こんにちは、神棚マイスターの久保寺信弘です。今日はですね、ここ青梅の成木っていうところなんですけど、この成木農園っていうところにね、お邪魔しております。ここではですね、もう3年ぐらい活動してるんですけど、古民家を中心にして、ここで米作り、野菜作り、そして今青梅ってもともと梅の産地なんですけど、実は梅がどんどん病気で刈られちゃってんだよね。そうなんですね。はい。だけどこの梅だとか栗が残ってるね、この梅林、栗林が残ってるんで、まあ、そこの農園を今日は使わせてもらってます。はい。それでは、今回はですね、みこまいについて、鈴音さんにお話ししていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、八雲神社さんにですね、ご奉仕していただいた、はい、浦安の舞っていうのをね、はい、ご奉仕していただいたんですけど、まあ、初めての方もいらっしゃるんで、どんな、由来っていうのをですね、はい、あるのかちょっとお話していただけますか。はい。前回回せていただいた浦安の舞なんですけれども、浦安という言葉そのものには、平和で穏やかな世であってほしいという、うん、そういう意味が込められております。はい。で、浦安の舞には、歌詞があるんですけれども、その歌詞が何なのかと言いますと、昭和天皇が、はい、海を題材にして生まれた和歌がございまして、うんうん、雨土の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波立たぬよという歌がございまして、はい、こちらの歌を歌詞にして作られたものになってます。はい。こちらの和歌そのものには雨土の神にぞ祈るというのが、雨土というのが天と地というふうに書いておりまして、はいはい、天の高間ヶ原ですね、うん、と地、足原の中津国、うん、地上の神様にお祈りします、うん、何をお祈りするのかというと、朝凪の海のごとくに波立たぬよう、うん、朝の海のように穏やかな世であってほしいという願いが込められた、舞になってます、はい。海ってすごい私たちの心を穏やかにしてくれたり、うん、まあ、そういう側面もありながら、やはり災害、津波ですとか、うん、すごいそういう怖い側面も持ってるじゃないですか、うん、やはりその古来から日本人っていうのは本当に自然と共存してきたからこそ、うん、自然の豊かさ、壮大さを感じながらも、うん、反面やはり自然の怖さっていうものもやはり感じて、それでも共にやはり暮らしてきたというところで、その海の壮大さ、怖さ、厳かさというものも表現しながら、うん、その穏やかさというのも表現したのが浦安の舞になります。ああ、そうですか。はい。今ね、鈴音さんのお話聞いてて、僕もあ、そうかと思ったのは、結構やはり日本人って、まあ、海洋民族っていうかね、うん、海ってすごくこう自分の生活に接してたんだなっていうのは感じたんだよね。 それは例えば我々の、まあ、神様のイザナギ、イザナミっていうね、神様もやっぱりナギっていう一つの海の穏やかな状態だとか、波っていうね、一つの大きなこの、こう荒れてるっていうか、それをナギと波っていう形でね、こう表現したりとか、それがすごく今の話を聞いててですね、まあ、腑に落ちたっていうかね、そうですね、海っていうものに対して日本人ってすごく何か感じているのかなって、そうで
しょう ね, ね、うん、そういうことなんですかね。そうだと思います。そうですか、はい、うん、で巫女舞っていうのをね、今回っていうか八雲神社さんで奉納したんですけど、うん、はい、あそこはこう、まあ、山の中っていう山の中の祠で、祠ってお社でやったわけですけど、うん、自然の中でやるっていうことはあるんですか。そうですね、私自身やはりこう本職の巫女時代ですとか、うん、現在もそうなんですけれども、やはりその神社の拝殿ですとか、はい、神楽殿でやる機会がすごく多いので、本当にその自然の中の、うん、何もこう舞台とかそういったところがないところでやるっていうのは初めての経験だったと思います。はい、そうですね、そうですね。どうですか、はい、めぐみちゃんも見ててどういう感じを受けました。いや、なんかやっぱり本来それこそお社、神社とかお社がない時代ってきっと神様の感謝の伝え方って、ああいった本当自然の状態にあったものから神様ありがとうって言ってお供えをして、やっぱりまあまあその現地の方々がそれぞれなりの舞だったり踊りだったりっていうのをしてきたのがやっぱり起源だったと思うので、なんかそれをなんかこういったね、実際巫女をやってらっしゃる方が新鮮なね、きちっとした舞をなんか舞っている姿を見て、やっぱりなんだろう、これが本来日本人があるべき形なのかなっていうのを、うん、なんかすごい学ばせていただきました。そうですね、やっぱり、うん、ここの八雲神社さんの氏子さんが、うん、100件とか200件とかっておっしゃって、200、300人とかっておっしゃってたけど、うん、逆にこういう神社、こういう人口の中にもたくさんね、うん、たくさんというか神社さんが残ってるってことは、この日本人ってすごいな、うん、このそういう、まあ、小さな集落って言い方語弊があるかもしれないんですけど、そこでもやっぱり自分たちの地域の神様をね、うん、お祭りするっていう習慣が今なおですね、うん、ですね、残ってるっていうことは素晴らしいですね。素晴らしいですね、本当に。ね、コンビニより多いって言いますもんね、神社がね。そうだよね。だから、ね、私たち日本人にとってやっぱ身近な、うん、すごく、ね、そうですね、うん、感謝の気持ちを伝える場所とか、うんうん、ね、そういう部分では、うん、で、まあもちろん神社っていうのもそうだけど、神社に行けない人たちにはですね、自宅に神棚だとか、うん、あるいは、お店や会社にも神棚っていう形でね、その神様と日本人こう接するっていうことをずっとやってきたんだよね、うん、だからその素晴らしさっていうのをですね感じますね。そうですね、本当そうですね、ね、うん、はい、今回も最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回も皆様のご多幸を記念して鈴の音をお届けさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。